の政党略称は国民 PNP。党の理念としては、優勢民営化の見直しを通じて、市場原理主義に反対し、公共投資を積極的に推進することによって、地域間隔差を是正し、安心安全で活力のある社会の実現を図ると、していた。また、外国人人政権や、 選択的夫婦別姓などの政策に反対し、日本の伝統文化を守り、愛国心と誇りを持った国民を育んでいく、保守政党であると評榜していた。2005年8月に、自由民主党の綿貫民助、亀井静から、郵政事業懇談会所属の国会議員が、郵政民営化をめぐる、党内構想の結果、離党して結成した。他に、 亀井久沖、長谷川則政が参加した。民主党からも、党の安全保障政策に不満を持っていた田村秀明が参加した。2009年9月から2010年5月30日まで、民主党と社会民主党と共に、民社国連立政権を、その後2012年12月26日までは、民主党と民国連立政権を組み、 この3年3ヶ月の間与党だった。2005年8月17日、郵政民営化関連法案に反対した自民党と民主党の議員により元衆議院議長の渡抜き多助らを中心に決闘された。また、民主党に所属していた田村秀明が決闘に参加し、政党要件である国会議員5人で発足させ、衆院選でのポスター枚数の増加。 政権放送や重複立候補を確保した。副代表権政策委員長にエコノミストのコンタニノリコが就任した。政治資金規制法第6条第1項に基づく総務大臣への政治団体の届け出日は8月19日。8月23日、津島京一が入党。8月24日、国民新党の国会議員が6人であったが、 新党日本の国会議員が4人であったため、新党日本は政党要件を満たしていなかったが、自民系反優勢民営化という立場で友好関係を考えていた。国民新党は新党日本の政党要件を満たすために、国民新党決闘メンバーの一人である、長谷川則政参議院議員が、期間限定で新党日本に転席し、9月12日に、 国民新党への復党が了承された。このことは各党にレンタル遺跡だと批判を浴びた。9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、比例区は新党日本と比例ブロックで重複しないように全11ブロック中、東北、北陸新越、中国、九州の4ブロックのみで候補者を擁立した。この選挙は、 小泉劇場とも呼ばれ、優勢民営化に反対した議員へ、次々と、資格候補を送り込んだ。特に、亀井静香の広島ロックには、知名度抜群のライブドア社長、堀江貴文が送り込まれ、強固な地盤を誇る亀井との死闘は、大きな注目を集めた。結果としては、小選挙区の当選者は二人であった。一方、亀井久沖、津島京一らは、 自民党の資格候補に苦敗をなめた。比例区では、当該比例ブロックでの自民系派入勢、民営化病の受け皿となり、二人が当選し、計四議席を獲得した。この選挙で、国民新党からは、唯一初当選した、糸川正明は、渡抜きチルドレンとも呼ばれた。総選挙後は、衆参両院で新党日本と統一会派を組む。 衆議院では、無所属の野呂田法政も会派に加わり、国民新党、日本、無所属の会を、参議院では、国民新党、新党日本の会を結成した。だが、2006年9月、新党日本幹事長の、荒井博之参議院議員が、首相指名選挙で、綿抜き代表でなく窮地の中であった、自民党の安倍晋三総裁に投票したことにより、 田中康夫新党日本代表に荒井の処分を求めたが断られ、神道日本との統一会派を解消した。神道日本に対して、渡抜は、最初は国民新党と兄弟みたいな形でスタートしたかったが、途中から手法が変わったので、私たちは絶縁にしました。だから、今は一切関係ありません。同首討論で、 田中代表が来ても挨拶もしません。知らん顔してます。ライバルというより敵と辛辣に批判した。2007年4月、国民新党にとって初めて挑んだ第16回統一地方選挙では、秋田県議会や東京都練馬区、中野区、愛知県日清市で公認候補を当選させた。民主党や社民党との連携を深め、2007年、 統一地方選挙や、参議院福島県、沖縄県選挙区補欠選挙、2007年、第21回参議院議員通常選挙、では、民主党と双方で候補を推薦し合った。さらに、衆議院で、沖縄の地域政党創造と統一会派、国民新党、創造、無所属の会を結成し、参院選で、自、 方が過半数割れした場合のキャスティングボートを握ろうとしていた。そのため、党首の綿向きは、安倍内閣発足時に安倍が主張する政策を、他の野党が一斉に批判したにもかかわらず、お手並み拝見ですなと発言したり、2007年4月に安倍が靖国神社に総理大臣名で供物を送った際にも、強く批判する他の野党と対して、新しい参拝方式だ。 良いと思うと評価。また、2007年6月の民主党パーティーで、わざわざ挨拶に立ちながら、全く緊張感がないと民主党を批判した。第21回参議院選挙に向け、国民新党は、札幌市中央区に、北海道支部を開設し、伊藤秀子元衆院議員を比例区の候補者として、擁立した。また、衆議院で、 統一会派を組む創造と沖縄県内に強い、婦人を敷いている同党との連携により比例票を伸ばすことを期待して、選挙協力を進め、5月に比例区に統一名簿で、臨むことで合意。創造代表代行の沖縄県議会議員、呉谷博士を比例区に擁立した。6月28日には、 ペルーの元大統領で二重国籍者のアルベルト・フジモリを比例区で擁立すると発表し話題となった。ただし、フジモリは国民新党側が期待していた東京都選挙区からの立候補を誇示して比例区からの出馬となり、さらに地理で刑事訴追されて難禁中のため日本国内での選挙活動ができないという大きな制約もつけられた。国民新党は 選挙が迫った当初は自民党との連携にも含みを持たせていたものの安倍が郵政民営化の見直しを否定したこと、安倍内閣のスキャンダルが相次いだことなどから野党第一党である民主党との協力に傾斜していった。特に公示前日の7月11日になって、綿抜き代表の地元である富山県選挙区で民主党、社民党が擁立、推薦した。 無所属候補である森田高の推薦に踏み切ったことは、野党路線へのシフトを印象付けた。また、竹下王国、青木王国とも呼ばれる、島根県選挙区では、亀井久沖の長女である、亀井明子が、投稿人として、立候補し、民主党推薦、社民党島根県連支持を取り付けたことで、野党間選挙協力の象徴的な選挙区となった。結局、 実党候補を立てない選挙区では、ほとんどの選挙区で民主党、または民主党系候補を推薦。逆に、島根の亀井明子と群馬県選挙区の福田康二は、国民新党の公認候補に民主党が推薦をして支援する形になった。一方、東京や大阪などの大都市部では、積極的に独自候補の擁立を行った。結果、 島根の亀井明子は自民党の現職影山俊太郎を抑えて当選し国民新党は選挙区で議席を獲得した島根県内に広がる分厚い自民党支持層を切り崩しての当選は大きく注目されたしかし群馬の福田は自民党現職の山本和太に大差で敗れ前職では唯一の立候補者だった大分県選挙区の後藤広子は 野党系候補の乱立の中で沈んだ。また大都市部の同等公認候補者は、大阪府選挙区の白石純子が、社民党候補を上回る、約16万票。藤森に代わって、直前に、東京都選挙区から立候補した中村圭一郎が、約15万票を獲得したが、他の候補も含めて、全員が、法定得票数に届かずに落選した。一方、 優勢選挙の落選組の元国会議員を中心に候補を擁立した。平江区では126万9209票を得たが、獲得議席数は1議席と事前の予想より伸び悩んだ。元優勢大臣で前衆院議員の事件、座武郎が当選したが、他の元国会議員や藤森、クレアなどは落選した。この選挙では民主党が対象して参議院で、 単独過半数に迫り、自民党と公明党の与党側は過半数を大きく割り込んだ。そのため、キャスティングボートは握れなかったが、国民新党にとっては善戦したと言える。しかし、民主党は参議院で単独過半数を得ておらず、国民新社民両党の協力なしに単独で与党と戦うことは難しい状態であった。 民主党は対象したものの国民新党の存在感を無視することはできないでいた。第百六十八臨時国会召集後、民主党より野党が過半数を占める参議院における安定を図るため統一会派の結成を打診されていたが、優勢民営かみ直しに関する政策協定が難航したことに加え代表代行の亀井静香が消極的な姿勢を取ったことから結成は、 一旦、見送られた。しかし、10月16日に一転して両党が、優勢民営化見直し法案を、参議院に共同提出することで合意が成立。これに伴い、参議院では10月23日付で、民主党、新緑風会、日本と、国民新党の統一会派を結成した。しかし、統一会派結成後も過半数をわずかに下回るため、他の野党や、 無所属議員との連携が引き続き求められる状況が続いている。なお、国民新党の会派参加後も、会派の名称は変更されず、民主党、新緑風会、日本のままであったが、国民新党側が、同党に配慮した名称への変更を求めた。結果、第169通常国会より、民主党、新緑風会、国民新、 日本に名称が変更された。こうして一旦は、統一会派を結成したものの、元から、会派結成に、積極的ではなかったと言われる、渡抜代表や亀井静香代表代行からは、民主党が参議院において、優勢民営化見直し法案の国会審議入りに、取り組む姿勢が見られないとする空言がことあるごとに、提され、両名は、早期の法案審議入りが実現しない場合は、 会派離脱もあり得るとしていた。その結果、法案は参議院総務委員会で審議され、12月12日の本会議において野党の賛成多数で可決したが、衆議院では与党の反対により審議が行われないまま、棚ざらし状態が続いた後に、第170臨時国会で2008年12月11日に採決が行われ、自民党、 公明党の反対多数で否決された。また、道路特定財源の一般財源化及びガソリン税の暫定税率廃止問題では民主党がいずれも賛成の立場で党内意見の集約を進めているのに対し国民新党では特に一般財源化についての反対意見が優勢となっているのをはじめ2008年3月には民主党が不同意を繰り返して 空席となった日本銀行総裁人事について中央銀行トップの空白は好ましくないとして同意しており統一会派を組んでいる民主党と異なる対応を取る場合も見受けられた6月5日国民新党は日本銀行審議員に池尾和と慶應義塾大学教授を起用する人事案について池尾は郵政民営化に賛成した人物であり 同意できないとして、不同意を、民主党に働きかけていたが、民主党が、人事案への同意を決めたことに強く反発し、統一会派を離脱する、可能性を示唆したが、採決は延期され、統一会派の解消は見送られた。9月13日、統一会派を組んでいた、下地美希夫が自身代表を務めていた、創造を離党し入党。また、9月19日には、 新党第一と統一会派を結成し、鈴木宗夫が会派入り、衆議院における会派名を国民新党第一無所属の会に変更した。本部が置かれていた平川町小長ビル2008年の第169通常国会閉会後、国民新党の公約である優勢民営化の見直しを民主党がマニフェストに反映させることで合意が成立。 これに関連する形で民主党代表小沢一郎からは次回総選挙において政権交代を実現するための勢力結集を目的とする民国合併構想が提案された。しかし民主党を存続政党とした場合は2004年参議院ピレークに自民党公認で当選した長谷川のりが早くとも2010年の改選までは 国会議員のまま民主党に入党することができないことをはじめ複数の課題で合意が見出せず、党内では、亀井静香代表代行を中心とする合併賛成派と、亀井久置幹事長を中心とする慎重派で意見の隔たりが解消されず、最終的に合併を断念した。9月26日、国民新党所属議員のうち民主党との合併賛成派であった。 糸川正明と下地美紀夫が主に公演組織の意向を理由として解散後の民主党遺跡を希望している旨が代表の綿抜きを通じて民主党側に伝えられ2名の遺跡について両党で引き続き協議その結果糸川は衆議院解散後に国民新党を離党して民主党に入党下地は国民新党に止まり 民主党が推薦することで合意が成立。この合意に基づき、糸川は2009年7月21日の衆議院解散をもって民主党へ移籍した。その一方、2008年12月には前年の参議院選挙において、綿抜きの地盤である富山県で無所属の野党統一候補として当選した森田高が入党した。 2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、現職の松下忠博が帰り咲きを果たすなど選挙区で3人の当選を果たすものの、党代表の綿抜民助、幹事長の亀井久沖が落選し、比例当選議員は0人であった。選挙前の4議席を維持できず、3議席にとどまった。これに伴い、綿抜亀井久沖はそれぞれ代表。 幹事長を辞任し、それぞれ最高顧問、顧問に代表代行の亀井静香が代表に昇格。9月9日に両院議員総会を開き、政策審議会長であった自味が幹事長に就任。また、下地が精神会長及び、糸川の民主党遺跡で空席となっていた国会対策委員長を兼務することが決定された。 この総選挙では民主党が圧勝し、国民新党は社民党と共に政策合意に基づく歴史的な三党連立政権に参加することになった。鳩山内閣において党首の亀井静香、郵政民営化担当大臣の入閣が決定し、基本政策閣僚委員会が設定された。また、経済産業副大臣に松下忠宏が就任した。 民社国連立政権により、初位、国鉄改革1047名問題に関して、新たな解決策が模索された。与党3党及び公明党は2010年4月9日、国鉄改革1047名問題の、人道的観点からの解決案を政府に要請した。同日、前原政治国土交通大臣は、当該解決案を受け入れると表明した。 衆議院では、第172特別国会より、新党大地が民主党、無所属クラブへ会派を移ったことに伴い、単独会派、国民新党として、亀井静香、松下、下地の3名で活動している。しかし、同年11月、亀井代表は、民主党は市長で低下した、与党内での発言力を確保するため、かつて、 渡た代表と対立していた新党日本の田中代表に対等合併を提案。さらに、平沼ぬ竹浦平らグループにも合流を呼びかけた。差し当たり、新党日本との統一会派再結成で合意し、2010年6月8日に新党日本と統一会派国民新党、新党日本を結成した。国民新党の外戦者2010年6月8日、 社民党の連立離脱に伴い、鳩山首相が辞職した後を受けて、菅直人が首相となり、新内閣が発足したのと同日に、田中が民主党を、無所属クラブを離脱。衆議院で、国民新党と4年ぶりに統一会派、国民新党、新党日本を結成した。2010年2月24日に発表した、次期参院選向けのポスターでは、 外国人人政権反対、選択的夫婦別姓制度反対など、保守職を前面に押し出し、本格保守を旗印にした。これは、実質上、国民新党が民主党の党内左派に睨みを効かせる役割を担うことを打ち出した政策であった。2010年6月8日に、菅内閣が発足。引き続き、亀井代表が入閣した。しかし、 国会の会期を延長しなければ、優勢民営化の見直しを柱とする、優勢改革法案は成立させることができない状況であった。優勢改革法案成立を最重要課題に位置づけていた亀井は、国会延長を主張。一方、鳩山、小沢体制を刷新して、支持率を回復させたカは、人気の高いうちに参院選に突入した意図の思惑から、 参院選期日を従来通りにした。菅内閣に反発した亀井は、優勢改革、金融省を辞任する道を選び、抗議した。一方、民主党との連立政権は維持し、公認には、事件幹事長が入閣した。結果的には、参院選後の臨時国会に、優勢改革法案を最優先課題とする、確認書が取り交わされた。しかし、その数日後には、 菅直人首相が消費税の引上げを表明すると、加盟代表は民主党が消費税引上げを決めた場合は、連立を離脱する可能性もある国民が生活に苦しんでいる時に、経済のことを考えずに増税路線に走るのはナンセンスだと言っていたことが報じられている。2010年7月11日投開票の第22回参議院。 議員通常選挙では比例区に現職であり、事実上の全国郵便局長会の組織内候補であった、長谷川則政、元民主党参院議員の江本武則、元衆院議員の宮本十三などを擁立。選挙区では多くの道府県で選挙協力として民主党や社民党候補を推薦し、独自候補は東京、福岡に絞って選挙戦に臨んだ。しかし、 比例区、選挙区ともに議席を獲得できず、大敗した。比例区では100万票を超えたものの、立ち上がれ日本や、新党改革などの新党が乱立したこともあり、議席獲得には至らなかった。また、この参院選の比例区で2%以上の得票を満たさなかったことで、次回衆院選、または2013年参院選で、 得票率2%を下回り、なおかつ所属国会議員が5人未満になれば、国民新党は、政党女性法上の政党要件を失うこととなった。また、この第22回参議院議員通常選挙における、長谷川則正の個人名での得票数は40万6587票であった。これは、全体の8位であり、 全国郵便局長会の必死の選挙戦であったこととその周票力を見せつけた。しかし40万票余りを得たにもかかわらず国民新党が議席の枠を獲得できずに長谷川が落選したことを受けて全国郵便局長会は国民新党単独への全面支援を見直すこととなりこれが国民新党の統制衰退へ拍車をかけることとなった。 7月14日、党の独自性を発揮するため、参議院での民主党との統一会派を解消することを発表した。連立政権には引き続きとどまる意向。その後、社民党に対して、衆参両院で統一会派の結成を呼びかけたが、社民党側がこれを見送り、政策協議を行うことで合意した。2010年の参議院議員選挙では、 連立与党の過半数維持のため国民新党民主党合わせて56議席の獲得を目指したが、国民新党は選挙区、比例区ともに例という結果に終わり、民主党の44議席しか獲得できず、連立与党は参議院の過半数を失った。このことによって、2007年参議院議員選挙以来、国民新党が持ち続けた参議院における、 キャスティングボートも失われることになった。参院選後も、連立与党に止まったものの、民主党内では参院選前から、公明党や、この選挙で躍進したみんなの党への、連立組み換え論も囁ささかれ始めており、選挙前にもかかわらず、民主党、枝野幸男幹事長から、行政改革などかなりの部分、一致している。政策的判断としては、 一緒にやっていただけると思うと、民、未練立への意欲を伺わせる発言があった。これに対し、国民新党側は、下地幹雄幹事長が、みんなの党が、優勢改革法案に賛成でないのは確かで、最優先で成立させると言ってきたことを不透明に、するのかと不快感を示した。しかし、国民新党の影響力の低下は避けられない厳しい、情勢となった。 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生時には統一会派を組む新党日本と共同で東北地方太平洋沖地震対策本部を設置して震災対策に当たった物資面の被災地支援も新党日本と共同で行った第17回統一地方選挙では選挙戦直前の4月1日深夜に 民主党が優勢改革法案を審議する衆院特別委員会の設置を拒否したことへの報復措置として民主党の統一地方選挙候補者683人のうち385人の推薦を取り消したことが話題となった。この措置に民主党は猛反発し連立与党内に深刻な亀裂が走った。一方で 国民新党は5名を公認したが、結果は文京区の1名のみの当選に止まった。与党が統一地方選挙で敗北しさらに勢いを増した菅直人首相への退陣要求には否定的で菅首相の下で復興基本法案や補正予算を成立させるべきと主張していた。6月2日に菅内閣不信任決議案が採決された際にも全議員が 反対票を投じた。6月27日、亀井代表が第2次、菅内閣の内閣総理大臣補佐官に就任した。事前に、菅首相からは副総理への就任を打診されていたが、閣内には入らず、補佐官として閣外から支えることとなった。しかし、菅首相の退陣に伴い、約2ヶ月で退任した。 9月2日に発足した野田内閣についても連立は維持していたが、完全政権から引き継いで野田義彦総理が推し進める TPP については強固に反対していた。また、東日本大震災を受けた復興増税についても反対していた。10月19日には2010年9月に民主党を離党した中島正澄が入党した。 2011年12月8日、加井代表、下地幹事長が国民に新党を回答し新党結成を目指す考えを表明したが、12月14日の議員総会で新党構想を森田副幹事長が批判。2012年1月25日、加井代表が石原慎太郎東京都知事、立ち上がれ、日本の平沼竹夫代表らとともに3月中にも、 新党を結成するとの報道が流れた。この新党構想は、石原知事を党首とするもので、国民新党と立ち上がれ、日本の参加を前提としていた。2月7日、亀井代表は、党所属国会議員や綿抜き最高顧問らに、新党構想を説明し、党としての参加への理解を求めた。しかし、当日の党内分裂により、新党構想は頓挫することとなる。 2012年3月29日、亀井代表が民主党、野田政権の目指す、社会保障、全一体改革法案が、連立政権合意に反しているとして反発し、連立離脱を表明したが、下地紀夫幹事長や、地味金融、郵政改革担当大臣を含む6人が、最優先にすべき、郵政改革法案を成立させるために連立維持を、表明し、 党内は分裂状態に陥った。3月30日に自民大臣が社会保障税一体改革法案に署名した後に国民新党副代表として署名したと発言した。4月5日、参議院予算委員会で山本和田参議院議員が事件金融郵政改革担当大臣にあなたは与党なんですか 野党なんですかと質問したのに対し、事件大臣は、政権与党でございますと答弁し、山本議員の、あなたの党の代表は、誰なんですかとの質問に対して、自民大臣は、亀井静香衆議院議員でございますと答弁したが、山本議員は、国民信徒が与党とか野党とかわからない。状況だったら、参議院自民党としても、あなたが来るような委員会の審議には応じられませんと。 反発。同日夜、下地幹事長は、6人で、議員総会を開き、亀盟代表及び亀井き子政調会長を解任し、代表、政調会長に、それぞれ事件金融、郵政改革担当大臣、浜田和幸副幹事長を選出したと発表した。これに対し、亀盟代表と亀盟政調会長は、議員総会を召集する権限は、代表にあり、 代表が招集していない議員総会による解任は無効であると主張しており、亀井政調会長はクーデターだと批判した。結果としては国民新党は連立政権に残ることになるが、連立与党の党首が連立離脱を表明したにもかかわらず、連立を維持するという過去に前例のない極めて異例な事態となった。この解任騒動は、 総会招集の権限や代表選出の明確な規定が献血しているなど、党足不備に原因があるとされる。一連の騒動について、同党顧問の綿貫民助が、私が作った政党で内輪揉めをしている。情けないことだ、と苦言を呈するなど、党関係者からも批判的な発言がなされている。また、同党所属の文教区議会議員の西村治は、 加盟についていくのか質問され、もちろん地獄の果てまでと回答するなど、加盟指示を鮮明にするものも現れた。後に離党者らは、新党緑の風を結成した。事件小三郎代表時代に本部が置かれた、砂防会館本館に4月6日、午前、議員総会を開いた、連立維持派は、政治資金規制法に基づき党代表を変更する、役員変更届を、 東京都選挙管理委員会を通じて、総務省に提出し、受理された。事件代表は、首相官邸で、野田首相と会談し、連立継続を確認する、合意書を交わしたが、前回と異なり消費税に関する言葉はなくなった。夕方に、亀井静香、亀井明子は離党した。亀井静香代表と、日本最高に向けての理念を共有するとして連携し、 衆議院で統一会派を組んでいた新党日本は、亀井静香代表が懇難の責任を取るとして、離党したため同日をもって、国民新党との統一会派を解消した。また4月下旬、関連して、党 HP 役員票が更新され、決闘メンバーであった、渡貫民助最高顧問と、亀井久沖顧問の名前がなくなり、役職を辞したことが分かった。 これで決闘メンバーで役職に残ったのは、長谷川則政のみとなった。2012年5月30日、議員総会で綱領を決定した。教育立国を、日本の再起動の原動力として5つの原則、次世代主義、格差是正、自主憲法を、日本の伝統文化、東日本大震災からの復興重過剰の指針、次世代民主主義を実現する。 自主憲法を制定する、格差社会を是正する、地方文献を推進する、国家財政を健全化する、社会保障制度を充実させる、国民と一体化した、新たな優勢事業を起こす、災害復興と強い国土づくりを成し遂げる、資源の確保と経済成長を実現する、自主的な外交、防衛、通商戦略を確立するを発表した。 政党の綱領は一般に理念を掲げることが多い中、全代表らの離党により、埋没感が強いこともあり、具体的な政策を綱領に盛り込む形となった。また合わせて、分裂騒動の発端となった、議員総会の権能、代表の選任、解任について、党則、規約に、明文規定がないことからこれらも定められた。6月10日に投票が行われた。 沖縄県議会議員選挙では、現職の呉谷博氏が帰り咲き当選を果たし、沖縄県議会における国民新党の議席を確保した。6月、衆議院の会派に平山康夫が入会。会派名が国民新党、無所属会となる。9月10日、副代表の松下忠博が自宅マンションにおいて自殺した。現職国務大臣の自殺は、 日本国憲法下の松岡俊勝農水大臣に続いて2例目。なお、松下が亡くなったために空席となった国民新党閣僚ポストである内閣府特命担当大臣は財務大臣の安住敦氏が事務代理を務めることとなった。10月、衆議院で開入りしていた平山康夫が正式に入党。これに伴い衆議院の開派名が 国民新党になる。また1日、野田第3次改造内閣が発足し、国民新党枠として、下地幹夫が内閣府特命担当大臣、郵政改革担当として初入閣する。下地幹夫は、党幹事長も兼務すると表明。閣僚が、党の幹事長を兼ねるのは異例。今改造で、首相は、自民代表の再登板を打診したが、 金融省の兼務が調整できず、このままでは核落ちになると判断し、国民新党側が下地の入閣を打診。差し替えとなった。2012年10月18日、衆議院、参議院ともに同じ与党を構成する民主党と統一会派を結成することで、事件と民主党代表で内閣総理大臣の野田義彦が合意し、 衆議院、参議院ともに民主党会派へ合流することになった。この合意は衆議院における与党での単独過半数割れ、参議院における第一回派陥落を防ぐためとされた。従って衆議院では民主党、無所属クラブ、国民新党、参議院では民主党、新緑風会、国民新党の会派名称となった。 2012年10月28日、松下忠弘の死去に伴って施行された、衆議院鹿児島県第3区の補欠選挙で、国民新党が公認した、野間県は自由民主党が公認した、宮地和明に及ばず、代表が加盟から地味に変わった、新体制後の威人となった選挙で敗北した。2012年11月26日、平山康夫が、 離党届を提出した。第46回衆議院議員総選挙に向けた国民新党の公認候補はわずかに3名であり、新人候補は鹿児島3区の野間県のみ。比例ブロックでは九州ブロックのみの擁立となり、党関係者の地盤以外での候補者擁立はならず、組織の弱体化、党の衰退を印象付けた。十二月十六日、与党として、 初の総選挙である第46回衆議院議員総選挙が投開票された。国民新党の当選者は、野間県のみで、現職の下地幹雄優勢、防災担当省と、環境大臣政務官の中島正隅は落選し、解散前の勢力2議席が1議席に減った。連立を組む、民主党も57議席しか獲得できず与党は、 大敗し3年3ヶ月ぶりに野党に転落した。国民新党は、所属国会議員が5人を下回ったため、公職選挙法で定められた、政党要件を失った。12月17日、参議院での民主党との統一会派、民主党、新緑風会、国民新党からの離脱を表明。同日に新会派、国民新党を結成した。一方、 衆議院においては、議席数が1であり、会派成立要件を満たさなくなったため、国民新党という会派はなくなった。当世でもあった、小泉優政民営化見直しが、国民新党主導の元完全民営化路線を、転換する改正優政民営化法が、自民党を含めた野党と合意が成立して2012年4月27日に、成立したことで目途が立ち、 党の役割を終えたという判断のもと、下地三夫は、事件小三郎と会談して、回答を促し、幹事長の辞表を提出した。回答について、検討すると応じ、19日の議員総会で党の方向性を決める。継続という話も、回答という話もあるだろうと述べた。2013年1月9日に、議員総会が行われたが、回答の是非をめぐり、 回答を主張する森田高代表代行、下島江幹事長と、存続を主張する浜田和幸幹事長、衆議院議員に当選したばかりの野間健とに意見が、分かれて紛糾。事件代表は、結論を先送りとしたが、森田は、16日に予定される次回総会までに、結論が出なければ、離党届を提出する考えを示すと強硬な意思を、示した。1月1日、 回答への動きが本格化してきた折に、日本維新の会の片山虎之介から、統一会派結成を打診されたことを公表した。しかし、この案に対して、代表のジミは、案に断りの意を表している。1月16日、森田高代表代行が離党することを表明し、午前に、離党届を提出しその場で受理された。2月21日、事件翔三郎代表が、 自民党の河村武雄選挙対策委員長と会談し国民新党を自民党に吸収合併させること及び地味自身の自民党への復党を要請した。浜田と野間は自民党への合流案に賛同したが下島江幹事長は有権者の理解が得られないと反発し翌22日に離党届を提出した。2月24日自民党は 国民新党の申し入れた党の合併や副党に応じない方針を固めた。2月27日、野間県と浜田和幸が離党届を提出。3月6日に野間と浜田の2名で議員総会を開き、自民党副党を目指す地味に対し、早期の回答を求めることを決議した。3月8日に、 自民党の石場茂幹事長が副党を拒否する考えを地味に通告した。また、同日に浜田が離党を撤回した。3月21日、地味が一人で議員総会を開き、回答を決定した。地味は、記者会見で主たる目的の優勢民営化法見直しが達成できたから回答すると述べ、自民党との合併を拒否されたことも、 一つの契機と語った。一方、浜田は、事件し一人の思いで口頭をもて遊ぶプロセスには、納得がいかないと反発した。翌22日に、新藤義高総務大臣に、回答届を提出し、7年半の歴史に幕を下ろした。同月27日、参議院の会派、国民新党も解散した。7月2日、元代表で、 第23回参院選での改選に無所属での出馬を模索していた、自民が正式に不出馬を表明。なお、同選挙で同党元代表代行の森田高は2月時点で不出馬、政界引退を決めていた。なお、かつて国民新党の支持母体だった、全徳は自民党ピレークに組織内候補として、前会長の告げよ文を擁立。また、 JP ローソンが民主党ピレークに抵抗かつゆきを擁立。国民新党のかつての支持母体はほぼ優勢民営改善に戻った。決闘時は優勢民営化反対を最優先の公約として掲げた。日本優勢グループへ組織が再編された現在もグループ企業の株式売却凍結と分社化に伴う窓口サービス低下を改善するための組織再編が 必要であると強く主張し、連立政権でも優勢改革法案の早期成立を目指した。国民新党の優勢改革法案取り下げを条件に完全民営化路線を転換する改正優勢民営化法が成立した。憲法に関してはもっと現実的なものにする必要があるとして、決闘時より一貫して自主憲法制定を選挙公約に掲げていた。 安全保障に関しては、自主憲法制定による国防軍の創設を掲げていた。また、郵政や雇用の分野では、社民党に近いスタンスで連携していた。第170臨時国会で、両党が小政党同士で連携することにより、テロ対策特別措置法延長法案や、金融機能強化法改正案の審議における、 民主党の国会対応を牽制する動きも見られ、これを契機に、両党の意見交換会が常設されていた。このほか今外し国籍訴訟を受けて提出された、国籍崩壊正案の審議に際しては、新党日本と共に異議総認知を防止する観点より、DNA 鑑定の義務付けを要求したものの、修正は行われず本会議では、反対票を投じた。 経済政策では30兆円の公共投資と10兆円の減税を5年間継続する計200兆円の積極財政を唱えた。また、財源に無理し非課税国債を主張していた。また、民国連立政権においては国民新党が金融担当省のポストを数年にわたって独占し、日本の金融政策の実権を国民新党が握ることとなった。 他には、特殊法人の全廃、支払い猶予制度、市村はじめ再運動などが、決闘時には掲げられた。この支払い猶予制度は後に、亀井静香が、金融担当省のポストについた、際、中小企業金融円滑化法として実現されるに、至った。2010年の第22回参議院議員通常、選挙においては、本格保守を旗印に、 外国人人政権反対、選択的夫婦別姓制度反対といった保守色を前面にした政策を掲げた。これは同法案を押す民主党の一部勢力への警戒の現れでもあり、当時代表でもあった亀井静香も国民新党が政権与党の一角として反対している限りは、この法案は絶対に日の目を見ない、吹けば飛ぶような小さな国民新党が、 参院選で本当に飛んで亡くなってしまったら民主党がやりたい、放題できる、といった発言を繰り返し、保守的立場からの民主党に対する牽制、歯止め役としての国民新党の役割を訴えた。2012年5月30日に教育立国を全面に打ち出した国民新党綱領を発表した。 この綱領においてはといった教育立国を中心に据えた理念のもと、日本再起動の5つの原則、重化条の指針を明示する。とした。次世代主義格差是正自主憲法日本の伝統文化東日本大震災からの復興、次世代民主主義を実現する、自主憲法を制定する、格差社会を是正する、地方文献を推進する、 国家財政を健全化する社会保障制度を充実させる国民と一体化した新たな優勢事業を起こす災害復興と強い国土づくりを成し遂げる資源の確保と経済成長を実現する自主的な外交、防衛、通商戦略を確立する2012年11月30日に第46回衆議院議員総選挙へ向け新の保守政治、日本再起動。 教育立国をスローガンに新政策を発表した。党員の多くはかつて優勢民営化に反対した自民党員であった。そのため大半の党員は選挙運動に慣れており、市民団体的な政治団体の党員とは性格が異なっていた。国民新党に入党届を提出し、党員となると本人の希望によって国民新党支部を設立することができた。 ある意味で現在の自民党より自民党らしい性格の政党であった。かつて長らく自民党への支持を掲げ、自民党の周票マシーンと言われていた特定郵便局局長の多くが国民新党の支持であり、全国郵便局長会が党最大の支持基盤であった。この全国郵便局長会の2009年の政権交代後初めて行われた総会には、 当時の国民新党代表、亀井静香や党幹事長、事件小三郎らが出席している。さらに地方部における自民党離れも手伝ってか、党員数は25万人を超えていた。その数は民主党員の約4万2千人よりも格段に多く、党所属の議員が不在で支部が存在しない地域にも多くの党員がおり、党活動を行うことが可能になっていた。 そのため、長らく、東京都などの都市部を中心に貼られている傾向に、あった党のポスターが、ここ最近は、候補者を擁立していない地方や、かつて、自民王国と呼ばれた、農村部などでも、急速に増加しており、党員や勝手連的な団体の参院選や、衆院総選挙に向けた活動が見られるようになった。 これは地域の隅々まで張り巡らされた全徳のネットワークが大きく関係していた。特に地方組織の脆弱な民主党にとって、この全徳のネットワークは重要であり、国政選挙はもちろん、地方選挙でも国民新党推薦の候補者を全徳関係者がその広いつながりで支援し、大きな助けとなっていた。優勢関係者からの大きな支持を受けて、 2007年4月の統一地方選挙の重点公約では、優政事業によるユニバーサルサービスの堅事を一番に掲げていた。前述の通り、国民新党の党員の多くは、かつての自民党員であったことから、民主党の活動があまり見られない地域でも、小政党ながら自民党支持者との摩擦の少ない堂々とした活動を展開することができるとされた。党員賞は、 自民党のそれと同じく、はがきの切り取り式であり、レイアウトもとてもよく似ていた。2010年参院選の敗北による、全徳との関係見直し、渡抜民助、亀井静香、亀井久沖、亀井明子といった個人での支持組織を持つ、国会議員経験者と、その一派の離脱により、党の組織力はかなり弱体化した。かつては、党本部を、東京、 平川町に構えていたが、亀井静香元代表が離党したのをきっかけに、砂防会館本館3階に移転した。2005年の党結成直後、党の公式サイト解説に伴い総選挙に向けて、国民に対し、自分たちの政策をわかりやすく、広める意図で書かれた、無署名の4コマ漫画3本が置かれていた。その内容は、ヒトラーになぞらえたと、応募式小泉首相。 悪大感に噴し、小泉屋から、山吹色のお菓子を受け取る金正日、綿抜き代表の顔をした太陽などが登場するもので、そのシュールな内容により4コマ漫画の内容を揶揄する、話題やコラージュ作品が、電子掲示板等で取り上げられる。掲載当初は、セリフの、こ所が、絞り書と語記されていたがすぐに訂正され、同時に一部のコマの絵柄も変更された。 選挙終了後にこの4コマは削除されていたが2007年に設置された過去の4コマのページで再掲載されていた。しかし2012年4月末実現在では再び後形もなく抹消されている。甲慎太郎の4コマ、ふざけるな、かつ、も2007年6月より不定期で掲載されていた。決闘時に解説した。 国民新党ホームページが通常はビジネスサイトなどに用いるビズドメインであったため当時は大となった。なお国民新党ホームページは2006年3月に o r j p ドメインに移行した。亀井静香をはじめ個性の強い政治家が不慣れな選挙対策パフォーマンスを誇示することで注目を集めている。地方議会では 小林光樹政治経済塾出身者より、坪江美、倉田霊から認識効果の高いキャラクター性を持つ、議員を輩出したが同塾の主催者である、小林光樹自身は、国民浸透を離れている。2007年5月から、参院選へ向けての、テレビ CM を放送した。代表代行、亀井静香が、川内安則が作詞、作曲の、お母さんを、 党のテーマソングとして歌い、綿抜代表が指揮をするという内容であるが、亀井のレコーディングに際しては一度レコーディングが済んだものに対し、川内康則が歌になっていないと告評。再レコーディングとなり、亀井は幾度となくダメ出しされたが、後に OK となる。2007年6月2日より、7月の参院選に、向け所属国会議員や参院選候補者らが、 走りながら、各地で政策を訴える、全国縦断リレーマラソンを実施した。最初のランナーは二日正午に、北海道、宗谷岬と沖縄県、マブニの丘を出発。選挙国示後もリレーは続けられ、投票前日の7月28日に、東京有楽町マリオンでゴールする。もっとも、夏の暑い時期とあり、実際に走るのは、 区間の一部で移動には車も利用当時80歳の渡抜代表は7月11日に東京都内で特別日程として開催された街頭パレードに参加した。自民党幹事長によると渡抜民助初代代表を曰く新党までとは思わなかったが勉強会事務局長として私を助けてくれた島根の亀井久置が無所属では復活当選できない。 彼を救済するための国民浸透なのだよとのことである。現に2005年の第44回衆議院議員総選挙で渡抜民助、亀井静香は小選挙区で当選したが、亀井久沖は島根県第2区で自由民主党公認の竹下渡に敗れ、重複立候補していた比例代表中国ブロックでの復活当選を果たす。しかし2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、協力関係にあった民主党の議席は大幅に増加し、亀井久沖は前回よりも得票数を大幅に伸ばしたものの、またも竹下渡に敗れ、重複立候補していた比例代表での復活当選もならなかった。島根県では二千二年の小選挙区区割り見直しで、三つあった選挙区を二つに減らし、旧島根県。 第2区選出の竹下渡ると、旧島根県第3区選出の亀井久沖の選挙協力が不可欠となっていた。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、竹下渡が島根県第2区から、亀井久沖は自由民主党中国ブロック比例単独候補として立候補し、二人とも当選していた。渡抜民助が、 朝川博多田に語ったことが事実であれば、2002年の小選挙区区割り見直しが国民新党決闘の遠因と考えられる。ありがとうございます。